泉てるみは、日本のタレント、元レースクイーンで、女性アイドルグループ、プレディアの元メンバー。神奈川県出身。愛称は、てるみん。元プラチナムプロダクション所属。現在の所属先は不明。2008年より、プラチナムプロダクションに所属し、活動を開始。三島由香里は、同期にあたる。2010年、東京ヤクルトスワローズの、パフォーマーユニットスワローズウィングスの第2期メンバーとなる。2010年、インターネットプロバイダ、ブロードエースのイメージガールユニット BA5 の第1期メンバーとしても活動する。同年、スーパー GT 第5戦スガオより、エヴァンゲリオンレーシングのレースクイーンを務める。2010年11月、アイドルグループプレディアとしてデビュー。同グループのリーダーとして活躍。2011年、ミスフラッシュ2012にエントリーされるが、ファイナリスト進出は果たせなかった。2013年、スーパー GT、エヴァンゲリオンレーシングの指揮派、アスカ・ラングレー役として、レースクイーン復帰。2014年1月18日、マウント・レーニアホール渋谷でのワンマンパーティーにて、武田愛と共に、プレディアを離れることを発表し、同年2月22日、TSUTAYAオーウエストでのワンマンをもって卒業。同年、レクサスチームサードレースクイーン、2014年コベルコ、ガールズ、アップガレージ、ドリフトエンジェルスを兼任した。2015年には、MSN のオフィシャルナビゲーターとして活動した。その後、先述の通りプラチナムプロダクションを退所し、現在の所属先は不明。4歳上の兄がいる。中学、高校時代は、テニス部に所属し、市の大会では4位に入賞したことがある。大学時代は、チアリーディング部に所属。平木彩花とは、大学時代の同級生で、チア部のチームメイトでもあった。趣味は、パズドラ、犬と遊ぶこと。好きな芸能人は、中川翔子。好きな色は黒、白、ピンク。同じプレディアのメンバーだった武田愛を推しでやると、公言している。二人のコンビは、てるめぐとも呼ばれ、事務所を退所した2021年現在でも交流が続いている。また松本瑠奈とは、BA5 でも共働きしており、親交が深かった。このほか、元 SDN48 の川内正美や、事務所の同僚だった黒沢美玲とも仲が良い。ドリエンや、エヴァンゲリオン RQ で共働きした、千葉雄凪は、自分と似たところもあって、ほわほわ感が好きだった。完璧なてるみんを、チーム小学生に入れたくて、買い出したりしていたと評している。プレディアハット、JCOM プレゼンツエヴァンゲリオン美少女写真展、ガールズコレクションオブエヴァンゲリオン-2にも参加。泉と武田の卒業後、プレディアは、前田優を、新メンバーに迎え、メジャーデビューしたが、これ以降プレディアに、リーダーは存在していない。当時、チャオベッラチンクエッティメンバー。ありがとうございます。